ありがとう。私も出してます。いっせーので、ゆきゆき財布の中身チェック。はい、じゃあ財布を持ってきてください。レッツゴー。え、3人です。あ、3人、3人。あ、なんか抜かないでね、何も。見てる、見てるからね。見てるからね。はい、じゃあ私たち2人がね、中身をチェックしていきたいと思います。わぁ、やばい。よし、じゃあ誰からチェックしようかな。よくなぁ。あ、スイちゃん。ありがとうございます。あら、かわいい。めっちゃかわいい。こちら、スイちゃんの財布。財布でございます。かわいいです。楽人口。そうです。かわいいですね。はい、なんかセリちゃんっぽい、この銀の。そうだね。ありがとうございます。はい、じゃあもう早速開いていきたいです。あ、こんな感じですね。普通ですね。これが新幹線チケットね。そうですね。で、これは後ろのピンクは自信あるんですね。あります、あります。あ、なんか何？なんか何？素晴らしい。何これ？かわいい、ウサギじゃん。かわいい。ピンクのウサギ。そう、クッキー。シュ、あ、クッキーです。クッキー？クッキーっていう名前の。へぇ、美味しそうな名前。確かに、まあ、キーカード？そうです。キーポイントカード？そうです。えー、かわいい、ね、いい。このブラックカード、なんか予想していい？バックじゃない？おお、あるよ。おお、バックですね。あ、はる、あっせりって書いてある。あ、これ書いてもらいました。そうなんですね。記憶ないんで。これは見せない方がいいか。じゃあ、主義見てみる。見てみよう。セブンイレブン。皆さん何買ってると思いますか、これ。何買ってる？めっちゃ普通。普通すぎた。普通の。え、でもなんかコンビニで買うものって感じ。水。水ですね。色が変わってる。ちょっと待ってるな。なんかごめんなさい。あ、買えたらつらいです。お金を。7000円です。おいいと思う。いいと思う。まあね、東京に来てそんぐらいっていう。そうだね。なんかあった。うん、うん。はい、じゃあ。以上ですね。次、小銭かな。あんまりなんか、ないね。ね、なんもないね。そうだね。せっかく出てるね。小銭は入る。あ、いいですか。え、なんかさ、細かいの全然入ってなくない？ね。入れるのがもう10円玉じゃないか。はい、500円と、100円が2枚。そして1円玉が5枚。そして10円が1枚でした。イエーイ。ってことは、715円ってことは7715円。そうでした。おお、昨日使いました。こんな感じの可愛い財布でした。すいません、何もなくて。ありがとうございます。はい、ではお次は。じゃあめちゃん行こうか。めちゃん行こうか。ちょっとうにゅうにしてるよ。うにゅうに紹介してほしそうにしてたから、ちょっと。はい、ありがとうございます。え、めっちゃ可愛い。メイちゃんっぽい。メイちゃんの財布。これは、なんか雑貨屋さんに買ったとかわかんないんですけど、なんかチェリーみたいなね、前ですね。チェリーみたいな。可愛いこれ。めっちゃ可愛いね。ね、セリちゃんっぽいガーリーな感じ。メイちゃんね。あ、間違った。メイちゃん。やったー。絶対カットしないから。カット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 。はい、こちらめいちゃんのセリフ。めっちゃめいちゃんっぽくてガーリーですね。じゃあまずこのハートの部分から。あ、何も入ってない。あ、何も入ってないんだ。何も入らない。入らない。じゃあ開けます。おお。全然入ってない。開ける、開ける。あ、これ、あ、待って、推しじゃないですか、これ。え、待って、なんで、誰、なんで、なんで、これ私の弟なんだけど。え、怖い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 。え、これ可愛いなと思って。え、これベロ？うん、そう。え、怖い。え、怖い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 。ねえ、待って。はめられてる。あ、だからやけにみんななんか綺麗みたいな。そう。まだまだ最後の人みたい。そうだよね。だって謎にこれわかんない、見せていいのかわかんないけど。美味しかと思った。まさか私の弟でしょ。弟すんだ。可愛いなと思って。ありがとう。聞いてるよ。あ、
くね。あとはこんな普通のねお買い物カードでした、はい、カードでした。レシートが入ってます。何これ。これは運賃ですね。ファミリーマート、とろーりたこ焼き。チーズじゃなくないな。チーズサンド。はい、全部1000円が多い。使いやすいもんね、1000円、うん、8000円でございます。そうだったんだ。はい、足は足はなかったね。よし、よし、じゃあここは何もないですね。何もないですね。じゃあ次500、600、700、790円。790円です。です。あとは8790円でした。はい、でしたね。最後にゆさちゃん。はい、はい、お、なんかチェリー、これもさくらんぼですね。かわいい、ピンクだね。じゃあ開けます。ドゥルーン。あ、おー、すごい。あれ、ココハちゃん。うん、ココハちゃん、あのピンクラテの。かわいい、かわいい。イメージモデルの。ちょっとかわいすぎて入れちゃった。あれだね、なんか、なんだっけ、置いてあるやつ、店舗に。そうです、で、あー、で、善人まきちゃん、はい、あ、呪術廻戦。呪術廻戦ね、はい、いいじゃない。はい、カードでした。呪術廻戦のシールも入ってる。何これ。ちょっと待って。何これ。あ、ごめんなさい、ツイしてんの。レオナーキングスカラーサバナクロウリョウ。そのランダムで、ね、これ一発で当たったんです、推しが。え、推しなの。あ、推しなんだ。めっちゃ嬉しくて入れといたんです。はい、じゃあ次もかわいい。レシートですね。おお、アニメイト、ボールペン、ヒロカのボールペンですね。620円です。はい、あとワールドですね。いつでも、なんか駅に入ってたお店です。え、ワールドなんだ。そうなんだ。そうなんだ。レシートが3枚入ってましたね。はい、はい、お金はですね、綺麗な5000円でございます。お直しいたします。こっちも入ってないね。入ってない。ラスト、はい、小銭。小銭多くない？めっちゃあるじゃん。1円が多くない？小銭、小銭、小銭。あ、もっと多そう。待って、1円めっちゃあるんだけど。本当だ。1円めっちゃ多い。めっちゃ見てくる。はい、見てください。見ます？見ますか？1円が1、2、3、4、5、6、32、33、33枚ありました。わー、1円玉が33枚はやばい。そして10円玉が5枚と5円玉が3枚と、あ、そう、10円玉は6枚でした。で、100円玉が3枚ありました。多いですね。計算するのは諦めましょう。ちょっと諦めて、諦めて、諦めます。ありがとうございます。この二人はそんな変なことはなく、うん、なかった。めっちゃだけなんか弟がとかびっくりしました。実は逆だけ。知らなかったです。あ、知らなかった。あ、なんかごめんなさいね。ちょっとさっきヘアメイク中に逆ドキリするから財布の中に入れてって言われて、撮ってくるの写真を可愛いなって思います。可愛いけどさすがに人の弟を財布に入れたりしませんよ。私はだよね、びっくりした。レイが抜き打ちする側の家の誰かを財布に入れてたら二人は信じるのかっていう。だからセリとユズハはもう全く知らなかったから、本当の抜き打ちの財布の中身チェックされた人。え、でもなんか一瞬普通になんか自分の弟かと思って、せ、あの、みーちゃん弟いたっけとか思って。そしたらレイラが、え、とか言うから、どうしたのみたいな。インスタにね、あげたお写真ですね。レイラちゃんの弟くん可愛いので、インスタ見に行ってみてください、ね。ありがとうございます。ぜひ。ぜひ。でもなんか、100% 信じてなかった。レイラも信じてなかった。疑ってたもん。そう、なんか、プチの時から知ってたけど、いや、メイちゃん、こんな感じ。こんな感じじゃないと思って。だから、一瞬、オフって思って。嫌われちゃって。
ね。うん、良かったです。逆だ。はい、はい、まあ、結果的にはめいちゃんに逆ドッキリされたんですけど、まあ、2人にはドッキリ仕掛けられてよかったですね。そうですね。まあ、みんな普通のね、財布の込みでした。なんかすいません。別に汚いわけでもなく、そうみんなカードが少なかったっていう共通点がありましたね。うそうだね。あとみんな財布が可愛かったね。個性が出てるね。うんうん、じゃあみんなも友達の財布抜き打ちしちゃってください。嫌われない程度で。逆ドッキリも嫌われない程度で。お願いします。お願いします。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。